全く自分のいいところが出せなかったんで、今まで味わったことのない感覚だったんで。それでは大久保瑠衣選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。はい。えっと東京ドームでこんなに大きな大会にまず出れたことが嬉しくて、そこで勝てたことが、えー、自分のやってきたことが報われてよかったんですけど、えー、正直、 今回の試合、全く自分のいいところが出せなかったんで、次に向けて頑張りたいいと思います、えー。インタビュー、最初にもおっしゃってましたが、東京ドームでの雰囲気、いかがでしたか、はい、もうなんか、入場した時に歓声が、ウおーっていうのが、今まで味わったことのない感覚だったんで、なんかとても不思議っていうか、すごいなって思いました。 ありがとうございます。対戦を終えて対戦相手の印象は違うところはありましたでしょうかまあでも、もともと々すかは天心選手の弟で強いのは分かっていたんですけど、まあ、そこでいざ、拳を交えてみてやっぱりカウンターの取り合いでなかなか入れなかったりとかやっぱり上手いところはたたくさんああったです。す。りがとうございます今回、勝利をされました今後の展望というのをお伺いしてよろしいでしょうか。 えっと、これからは k 1で、えー、どんな選手が来ても必ず倒して K-1 のチャンンピオンになりたいです、えっと、試合をやってみていつもの k 1ルールとちょっと違ったところがあって、まあ、組んでる膝一発までいいっていうところで、はいはい、そこをこうあえて狙って組みが多くなったみたいなところもありましたかあそうですね練習で正直、自分は膝が得意なんで膝を練習してきて その組も一発までだったら有効っていうのを聞いてたんで、そうですね。入ってきたら、やっぱり那須川選手も接近戦はうまいんで、ルールにのっとって、そういう対策もしてきました。結果としては、や、でも離れた攻撃の方が有効だったのかなという感じですかね。<laughs> そうですね。そっちの方が意外と自分のリーチもそうですけど、そっちの方が良かったかもしれないですね。 あとこうミドルの軌道で膝が当たっているような場面もありましたけど、はい、あれはああいう技、あのー、多分この間の k 1の1回目もそれでダウン奪っているんですけどあれは多分使い分けてるんですね例えば遠い距離だったらミドルで畳んで打っているんで近かったらそのまま膝っという感じですねどうでしょう今日の勝利の経験というのは今後のキャリアに向けてもかなり大きなものになりそうですか。そうですねこんなにもまず プロをデビューしてから2戦目でこんなに大きな舞台に立てること自体が本当にすごいことだと思うので今後の経験につながるかなって思いますありがとうございます。